それでは、中華丼ね、を作りたいと思います。醤油味じゃなくて、塩味のあっさりしたやつね、肉も入れない、そういうやつを作ってみたいと思います。はい、まず干しエビね。これで今日は、これがメインなんですね。干しエビを、まあ、2人前ぐらいだと大さじ、たくさん入れると美味しいけどね、大さじ1杯半ぐらいの干しエビですね。これは最初に洗わないといけません。ちょっと今熱湯入れましたが、干しエビはね、ものによって全然違うんだけど、表面に臭みが結構ついてるものが多いんですね。そうじゃないのもあるんだけど、なので必ずぬるま湯か熱湯でも何でもいいんですけども、表面をもみ洗いしてください。そうしないと臭いね。そしたら水を切って、あとはこれで戻せばいいんですね。今日はちょっと熱湯があるので熱湯を使いますが、戻してください。戻し汁もタレに使いますね。まあこんな感じで、これを放置しておきます。それから今日は、白菜と、タケノコとキクラゲと干しエビで作るんですけども、これキクラゲね。キクラゲなんかこれ少ないね、少ないの高い。キクラゲはまあ5倍ぐらいに戻るので、2人前で適当な量を入れて、ぬるま湯で戻しますね。これはもうこのまま放置してもらえば、これ OK。 そうするとこれが膨らんできて、で後でこれは水洗いします。で今日はちょっと手抜きをしてね、たけのこはもう切ったやつ買ってきちゃいました。っていうかホールのやつが高すぎて、もう使い切りね。それから白菜です。 白菜はこう剥いていってですね、切っていくんですが、葉っぱのところと白いところですね。葉っぱのところをこう切って、で白いところですが、まあ、付け根のところは汚いからちょっと落としますけども、葉っぱと根のところをこう分けてくださいね。切ってね、葉っぱのところと根のところですね。葉っぱはヒューンってこう火通すと縮んじゃう、で縮んじゃいますけど、これで根のところは、適当なサイズにそぎ切りにしてください。あんまり大きいと食べにくいので、適切な、そうですね、3センチ、3、4センチ角ぐらいにそぎ切りにしていきます。そぎ切りってこうね、こう斜めにこう入れるんですね。で、はい、これでいいですね。これが白菜です。白菜も入れときますね。もちろんこの葉っぱのとこも使いますんで、葉っぱのとこも取っておいてください。次は薬味、香味野菜ですね。香味野菜はネギと生姜。ネギは10センチぐらい使います。白いところを落として、10センチぐらいですね。10センチぐらいに切ってこう半分にして、ちょっと斜め気味に細切りですね。細切りにします。それから生姜ですね。生姜もやっぱり入れるとね、香りがいいので、それほどたくさんはいりませんが、まあそこそこのですね。
で生姜も細切りにします。こんぐらいですかね。叩いてみじん切りにしてもいいですか。なんとなくネギも細切りにしたんで細切りにしますね。はい、細切りにしました。これはネギと一緒に合わせておきます。これでネギと白菜とキクラゲとタケノコね。でキクラゲがもうそろそろ、これは戻るの早いですね。戻ってます。で石突きを取るんですが、これは物によりけりで、今日買ったやつはほとんども石突きであんまりついてないやつですが、まあ一応ね。であまり大きいやつは、切るようにしてくださいね。ほとんどこのまま使ってもいいですね。ただキクラゲは戻した後によく洗ってくださいね。砂がついてるので砂をよくもみ洗いして落としてください。はい、そうしたらもう戻ってるのでこうやって固く絞って、はい、いいですね。で結局白菜、たけのこ、きくらげ、ねぎ、しょうが、干しエビね。はい、これで下ごしらえは終わりです。じゃあ鍋いきます。